おお、これはなんかピラミッドの中みたいな階段ですね。随分と珍しい雰囲気の場所ですけれど、こちらは久しぶりにやってきました東急そして相鉄の新横浜駅。広いですよね。今日はまたまた対決企画です。この東急新横浜線開業してから1年半が経ったわけですけれど、この路線の開業によってどれほど新横浜と都心の間の移動が便利になったのかというのを考えていきたいと思います。ということで今日はこの JR 線経由とそれから東急線経由、新横浜から東京は目黒まで移動するのにどっちの方が早いのか徹底比較していきたいと思います。東急目黒線の車窓を紹介するのは今回が初めてですね。JR 線経由の方はまずは横浜線の快速に乗りスピーディーに移動していきます。そして東急線経由はこちらも東急新横浜線そして目黒線直通の急行列車に乗車し、どちらの方が先に目黒にたどり着くのか比較していきましょう。意外と新横浜駅の停車時間は長いんですね。まだ11時9分なんですけれど、この列車の出発まで3分あります。さあドアが閉まりまして、両者新横浜駅を出発。まあ昔はおそらく目黒をはじめとする山手線の西側から新横浜に行こうと思ったら JR 線経由が一般的だったわけですけれど、この東急目黒線とそれから新横浜線の直通によって一体どれほどスピードの差が生まれているのかというのを今回調べていきたいですね。もしかしたらまだ JR 経由の方が早いかもしれないし、そこは対決の結果を皆さんお楽しみに。目黒線の急行は一応急行とは名乗っているんですけれども、停車駅が随分多いです。目黒線全体では急行と各駅の所要時間はなんと4分しか変わりません。果たしてこれ急いで行っているのかどうかだいぶ疑問が残るんですけれど、何のために走ってるんだ。車内は座席がだいたい半分ぐらい埋まっているという感じ。開業1年半にしてはそこそこ堅調な利用であるように思います。最初の停車駅新綱島には急行も止まるんですね。新綱島駅は横に綱島駅もあるんで、ガラガラでとんでもない状態になっているのかと思いきや、全くそんなことはなく、お客さんの入れ替わりが一定あります。乗降客数がなんと 1.1 万人ほどなんだそうですけれども、1時間に8本も列車がやってくるんで若干オーバースペックな気がしますね。こんなこと言ったら綱島民のリンチに遭う可能性も否定できませんが、ちなみに綱島駅とかその辺の駅を使っている人たちは定期券を持っていれば綱島と新綱島駅両方利用することができるんだそう。これは便利ですよね。だいぶ新綱島駅の利用促進につながっていそうです。さあ同じ頃 JR 線経由はというと、こちらは横浜線の快速なので次の駅菊名には止まるんですけれど、そこを出たら次が東神奈川、東神奈川で京浜東北線に乗り換えて東京方面に向かいたいと思います。昔多分山手線の西側の駅から新横浜に行くとなるとこの菊名乗り換えが比較的一般的だったんじゃないかと思いますが、そうすると JR と東急両方に運賃を支払わなければならず、僕みたいな大ケチだともう情緒がめちゃくちゃになってしまうわけですよね。そういう意味でも東急新横浜線の開業は大きなことなんじゃないかなと思います。菊名駅は東急線と JR 線のホームが随分ずれた場所にありまして、今菊名駅の一番端っこを出たところでようやく東急東横線と交差をしました。さて皆さん、横浜というのは山の国であります。未だにこの辺まで来ても地形によって作られたトンネルっていうのがあるんですよね。これはすごい。そして横浜市らしい住宅街が丘陵地にべったりへばりついている光景を見ながらぐんぐん南に進んでいくんですけれど、南ですからね、今僕が向かいたい目黒はだいたい北東の方向にあるわけですけれど、随分非効率な移動であります。そして皆さん、今から随分面白いものが見えるんですけれど、これですね、謎の高架橋。皆さんこれ何だと思いますか？そう、これ実はね、東海道貨物線なんですよ。相鉄 JR 直通線の列車も走る区間です。ずっと地下のトンネルじゃないのかよってびっくりしちゃいましたね。高架橋を走っているのにもかかわらず、おそらく騒音対策のためにシールドがしてあるのです。いや、これはびっくりだ。今まで私は完全に騙されていたわけですね。トリックアートです。さあ東急新横浜線は日吉駅に到着。ここからうちのチャンネルでは一応初めて紹介することとなる東急目黒線の車窓になります。この日吉駅は長らく東急目黒線の終点だったわけですけれども、今でも日吉止まりの列車はそこそこ存在していますよね。
そして東急新横浜線って開業当初はおそらく試験的になのか1時間日中は6本しか列車が走っていなかったんですけれども、現在は8本になっております。この前のダイヤ改正で増えたんですね。めでたいことです。なんでこんなスッと列車の本数を増やせるのかといえば、日吉止まりだった列車をそのまま新横浜まで走らせればいいだけだったからです。さあ列車はいよいよ急行運転を始めてくれました。早いですねとは言いつつ、駅を通過するのは初めてなんですけれど、こちらは元住吉駅。ただずっとひたすら目黒に向かって一直線で進んでくれているんで、 JR にはだいぶ差をつけられそうじゃないですか。元住吉を出て次の武蔵小杉までの間はこれ多分東急目黒線の車窓のハイライトでしょう。なぜか地上に降りてしまいます。そして謎の線路が合流してきたんですが、これは皆さんもうお察しの通りでしょう。元住吉検車区東急の車両基地からやってきた回送線です。その回送列車をこの目黒線の線路がわざわざ地上まで行って拾い、そしてこの武蔵小杉駅の手前でポイントを使い、東横線に行きたい列車は転線ができるという随分優しいかつダイナミックな構造をしていたわけです。面白いですよね。さあ同じ頃横浜線は大口駅を通過しているところ、さすが快速早いですね。結構スピードを出しております。ですが東横線がもう武蔵小杉にいるのに対し、こちらはずっと逆方向に進んできたため、まだ東神奈川横浜の一つ隣って考えると相当ですよね。かなり遅いです。ここから挽回できるでしょうか。さあ列車は終点東神奈川に到着。横浜線とか言いつつ横浜に行かない作業をしている場所ですね。なんで横浜線がこの東神奈川止まりになっているか皆さん知っていますか。名前詐欺ですよね。行く行く詐欺ですよこれは。なぜかというと、もともとこの横浜線は群馬とか山梨で生産された生糸を横浜港に運ぶために設置された路線なわけですけれど、その横浜港の新しい埠頭がこの東神奈川の近くに作られるという計画が昔あったんだそうでして、そこに向かって路線を伸ばすとなると、おのずと昔敷かれていた東海道線とクロスするのがこの辺りとなり、終点がここに設置されたわけです。まあだいぶ簡単にして説明してしまったんで、ぜひ詳しいことは皆さんもお調べになってみてください。ということで、同じ頃の東急目黒線が武蔵小杉駅を出発しました。新丸子を通過し、これでやっと2回目の駅通過になりますね。もやもっと急げよって感じですけれども、鞭を叩いてやりたいくらいですが、東急目黒線の、まあ、線路設備ではこれぐらいが限界でしょう。仕方のないことです。さあここで一気に右カーブを曲がって多摩川を渡り、もう東京都に入って行きます。向こうはまだ東神奈川ですよ。横浜の隣だっていうのに、だいぶ大きな差がついてしまいましたが、京浜東北線ってね、意外とああ見えて早いんで、駅間距離も長いし、ここから一気に挽回というか巻き返しを図ってくる可能性があります。どこまで差が縮んでくるのか、ここからこの東急目黒線はいかに差を縮ませないかということが大事になってきますけれど、またねここから駅に連続停車していくんですよ。遅いなこいつ。さあということで多摩川駅に到着。この多摩川駅は東急目黒線にとって大事な駅ですよね。もともと目黒線ではなくて目蒲線という目黒と蒲田を結ぶ路線だったのが、それをね分割して多摩川駅から先は東急多摩川線という風にしてしまい、東急東横線の混雑緩和のために日吉まで目黒からやってくる列車を行かせてしまおうと、そのような計画でできたのが今の目黒線であったわけです。路線を分割してしまうっていう大胆な発想ができた昔の東急は相当すごいですよね。そしてこの田園調布から日吉までの間は一応東急東横線の複々線区間ということになっていますんで、今停車した田園調布から先がいよいよ本当に東急目黒線の区間と、そういうことになります。ということで、同じ頃の JR 線はやっと京浜東北線に乗り換え、東神奈川駅を離れていけそうです。この京浜東北線の線路ってもともとは東海道本線の電車線観光線だったわけですけれど、今のこの京浜東北線という運行形態になったのはいつのことだか皆さんご存知でしょうか。それは実は意外と昔のことでして、1968年には東北本線とこの京浜東北線の線路が完全に分離されて今の運行形態に近くなったみたいです。そして1973年に根岸線が全線開業し、今と全く同じ運行形態となりました。高度経済成長期の頃、通勤5方面作戦というのが実施されまして、鉄オタならご存知の方も多いかなと思うんですけれど、これはまあ大体東京から5つの方面に幹線が出ていっているわけですが、
それぞれの輸送力を増強しようということで行われた施策。そこで、まあ、主に東北本線や東海道線では貨物列車と長距離列車、近距離列車の走る線路を分けようということで、この京浜東北線がついに誕生したわけです。もう50年以上ずっとこの運行形態でやってきたわけですね。なかなか意外と歴史のある路線。今到着したこちら新小安駅は、駅の改札の目の前を京浜急行の列車が爆速で堂々通過していくというバチバチ喧嘩の舞台となっております。新小安を出ると次は鶴見ですけれど、こっちも一気に東京に近づいてきましたね。どんぐらい差を縮められるでしょうか。意外と品川に着いてからが大変そうですけれども、奥に京浜急行、京急の線路があり、東海道線と挟まれた狭い区画にも意外とたくさん住宅があるんですけれど、そこに住んでいる人たちの家ってどうなってるんでしょうね。ものすごい騒音で大変そうです。さあ、田園調布駅を出発したのはこちら東急目黒線の急行電車。先ほども紹介しましたけれど、ここからが正真正銘東急目黒線の線路となります。ここ田園調布は高級住宅街として有名ですけれど、高級住宅街にある駅って大体地下駅ですよね。やっぱり騒音とかの関係、圧力みたいなものがあるんでしょうか。田園調布やそれから成城学園前、井の頭線の新線とかね、その辺は大体高級住宅街なわけですけれど、全て地下駅。今通過したのは奥沢駅なんですけれど、奥沢駅は改良工事が最近されまして、上り線だけ通過線があるという珍しい構造になっています。それを移すことは残念ながらできなかったんですけれども、それにより東急目黒線の急行の速達性はかなり向上したようです。ごめんなさい、かなりって言うほどは向上していないかもしれませんね。ですがダイヤ設定上のネックが少なくなったのは確かです。やはり相鉄からの直通列車の主な行き先としてこの東急目黒線が選ばれて以来は、東急線は結構力を入れてこの目黒線の改良工事に取り組んでいたように思いますね。大岡山では東急大井町線と対面乗り換えができるような構造、目蒲線時代はこのような構造ではなかったみたいなんですけれども、目黒線にするということが決まってからは、ここもやはり東急が力を入れて駅を改造し、大井町線と対面乗り換えができるようにしたみたいで、そっちの方が便利ですもんね。田園調布でも同様の工事が行われたそう。さあ、映像は同じ頃の JR に移り変わりまして、京浜東北線と東海道線のかけっこが絶賛開催中。グリーン車はやっぱ1階席部分がガラガラですね。そういうのがはっきりと手に取るように見えて面白いです。やはり並走はいいですね。京浜東北線結構頑張って食らいついていたんですけれども、さすがに東海道線は速いですね。そもそもの最高速度が結構違うみたいです。こっちはおそらく110で、向こうが120でしょうか。どちらもフルスピードで走ってくれていはするんで、かなり見応えのある勝負になりましたね。ということで鶴見駅に到着したんですけれども、ここでね、またまた面白い珍しいものを見れました。あ、なんなんだあいつは。おーほい、一人で動き回っています。徘徊老人のようです。実際年齢も鉄道車両としては随分上ですが、彼は別に徘徊老人と違い、フラフラと線路に勝手に出てきてしまったわけではなく、何か役割があって出てきたはず。おお、もう一個いるじゃねえか。すごいですね。短期回送まみれです。東海道貨物線、おそらくこの EF64 は羽沢とかまで貨物を持ってきて、そこで一旦仕事を終え、大湯布団に向かっているところなんじゃないですかね。桃太郎の方はその逆か、もしかしたら高島町の方に向かっているのかもしれません。まあどちらにせよ、僕が鉄道の神に愛されている運のいい男であることだけは確かです。さあ、ちょうど同じ頃の東急目黒線はというと、もうすぐ専属駅を通過しようというところ。もうすぐ目黒ですね。ちなみにこの専属駅は東急目黒線で唯一目黒区にある駅です。詳しいことはまた後ほど話そうと思いますけれど、いや、だいぶ差が大きくついてしまいました。ここまで大きな差になるとは僕も予想していませんでしたね。まあまだ勝敗は分かりませんけれど、西小山駅も通過し、この辺りは東急目黒線、もともと目蒲線時代からずっと地上を走っていたところだったんですけれども、今から20年ちょいぐらい前に地下化された区間でございます。そして武蔵小山に到着。この駅は東急目黒線で唯一立派な対比の構造を持っている駅、2面4線です。
この列車も前を走っていた各駅停車を抜かして一気にスピードアップが期待できそうだ。さあ同じ頃の JR 線はというと、向こうはもう武蔵小山だというのにまだまだ川崎にすらついていません。遅すぎる、もうちょっと頑張ってくれよって感じです。実は東神奈川駅で今回横浜線の快速列車降りてしまいましたけれども、あのまんま横浜まで乗って横浜から湘南新宿ラインに乗るという手もあったんですが、そっちの方がなんとなく早そうですよね。ですがどちらの手段を使ったとしても着く時間は同じであったようでしたんで、今回はまあおとなしく京浜東北線に乗ることにしたのでした。ちなみに横浜まで行くの不正乗車じゃないのって話はあるんですけれども、通過列車のなんか特例みたいなやつがありまして、まあ東神奈川駅で横浜駅に戻って例えば横須賀線に乗るのが禁止だったら、横浜線沿線に住んでいる人っていうのは横須賀線の例えば新川崎駅とかに行けなくなっちゃうじゃないですか。なのでそのためにまあここは折り返し乗車しても不正乗車にならないよみたいな特例があるので、それを今回も使えばよかったですね。ということで川崎駅を出発。お、綺麗な並走が見れてるじゃないですか。やっぱり僕は鉄道の神に愛されてますね。向こうは2100系の8両編成ですけれど、種別は何ですかね、快特か特急だと思いますけれど、あ、この感じは多分特急でしょう。赤い方向幕が見えております。特急だったらほとんど京浜東北線と速さ変わらなそうですよね。今度検証してみましょう。やっと JR 線が多摩川を渡って東京都に入った頃、同じ頃この東急目黒線はもう最後の通過駅まで来ております。不動前駅です。次が目黒ですね。不動前って何の不動前だって話なんですけれど、こちらは江戸の五色不動尊に数えられていた目黒不動尊でございます。この他にもですね、白とそれから黒、そして赤青黄があるんですよ。目黒と目白だけじゃないんですね。そう、今ので皆さんお気づきでしょうけれども、目黒と目白ってなんか似てるなって昔から思っていた方多いんじゃないかと思いますが、実は由来は同じものでございまして、その他にも3つの色があると、そのようなことになっているんですね。なかなか面白い話です。さあということでもう着いてしまいました。早すぎる。ちょっとさすがに東急線が有利すぎましたかね。いやでも新横浜線がそれだけ便利だということです。目黒駅に到着。東急目黒線の急行、ちょっとさっきまでバカにしていましたけれど、ちゃんと急いで行っておりました。新横浜駅を出てからこの目黒までは24分でしたね。かなりのスピードです。新幹線と全然変わんねえじゃねえかと言いたいところなんですけれど、新幹線は新横浜から品川まで確か11分とかですかね。これの2倍以上速いって言うんだから、どんだけ速いんだって話ですよね。ほとんど高速度で運転しないっていうのに、まあ停車駅がないっていうのは大きいでしょうけれど、JR 線は同じ頃まだまだ蒲田駅です。今回は JR の惨敗ですね。さすがにルート選びがまずかったのかもしれません。ちょうどこの蒲田駅の中線のところには蒲田始発になるであろう列車が止まっておりました。ここには京浜東北線の車両基地なんかもありますからね。ということで東急新横浜線の時短効果というのはこれほどまでに大きいものだったということが皆さんお分かりいただければいいなというふうに思います。まあ一応この JR 線経由の方も最後目黒まで軽くですが車窓を見ておきましょう。ここでカットしてしまうのあまりにもかわいそうだからね。電車にわざわざ乗って調査をしてくれている小牧田くんにも失礼だし、ということで大森駅を出発、そしてすぐに大井町駅に到着。すぐにって言ってますけれど、実は一駅一駅結構長いので3分ぐらいかかっております。そしてまあここからね、何も紹介しないのもちょっとつまらないですから、品川駅で一応ちょっとした面白い解説をできればなというふうに思っております。大井町駅を出ていきまして、この辺特に大森とか蒲田とか大井町とか京浜東北線の駅からは新宿方面、渋谷方面に向かうのって意外と不便なんですよね。湘南新宿ラインみたいな便利な列車も走っていないし、どうしても山手線に乗らなければいけません。ということで品川駅は結構最近改良工事を施しまして、この横浜方面からやってきた京浜東北線に乗ってきたお客さんが新宿方面の山手線に対面乗り換えできるような構造になっております。これめちゃくちゃ便利ですよね。まあ残念ながらさっき車窓に映っていた電子レンジ君は僕を無情にも待たずに出発してしまったんですけれども、本来タイムロスであるはずの乗り換えは約1分ほどで済んでしまいまして、これはかなり階段の上り下りとかもないし、本来の対決だったら
かなりプラスのポイントになるはずの場所でございます。でここからはもう目黒まで山手線にひたすら揺られ続けるだけです。この辺の景色はねだいぶうちのチャンネルで紹介してきましたから、まあぜひ他の動画を見て勉強をしていただいてほしいんですけど、まあ僕から勉強することなんて何もないかもしれませんが、この辺はちょっと葛藤気味に映像をお送りしようと思います。横須賀線とすれ違い、そして目黒の前に大崎と五反田に停車をして、まあだいたい品川から10分弱程度でしょうか、もう目黒駅に着いてしまいました。 JR 線はだいぶ時間かかりましたね。新横浜駅からなんと44分もかかりまして目黒駅に到着。所要時間でぴったり20分差、そして料金もですね、この JR 線経由だと571円であるのに対し東急線だと358円、ここにも220円ほどの差がありますということで、もう今回圧倒的に東急線の勝利ですね。やっぱ東急新横浜線の開業によってだいぶこの辺目黒とかそれから渋谷地域から新横浜に行きやすくなったんだということがお分かりいただけたかなというふうに思います。じゃあまあ最後に改札の外に出ようかなと思ってちょっとびっくりしたんですけれども、東急目黒線目黒駅って意外とこんなにコンコースが広いんですね。たくさんのお客さんの利用がちゃんと見込まれていることが分かります。ということで今回の動画は以上。ご視聴ありがとうございました。